ははは。日本の大将の裏で韓国さんが盛大にやらかしてて笑いが止まりませんよ、ははは。こらこら。性格が悪いぞ。ってことで醜い韓国の反応見ていこうぜ。醜いのは試合内容だけにしといた方がいいわよ。試合後も醜い姿を晒すのは恥ずかしすぎるから。まあこれが平常運転だから。まずは日本戦の裏で波乱が起きていた件から見ていこう。やはり最終予選はわからない。豪州がホームでまさかの黒星スタート。韓国もパレスチナの堅守を崩せずスコアレスの失態と波乱続出。ダブル敗最終予選。日本の試合をリアルタイム編集で見てた時にスコア速報見てたけど驚いたわ。まさか2試合ともに波乱となるとは。この2試合は詳細後でやろうと思う。あまりにも話題多すぎて投稿できるかわからんが。現地9月5日、アジア各地で北中米ワールドカップアジア最終予選が開幕した。日本が埼玉スタジアムで中国を相手に7-0の快勝を収めたのに対して、同じグループ C でしのぎを削るライバルのオーストラリアがなんとホームでバーレーン2-1の苦敗を舐めた。一進一退の攻防が続く中、83分にオーストラリアのフォワード演技が危険なハイキックで一発退場となってしまう。数的不利を強いられると、迎えた89分、バーレーンの猛攻に耐えきれずにオウンゴールを献上。0-1で敗れ去り、停滞黒星スタートとなってしまった。日本は大勝スタートで良かったけど、次はこのバーレーンとアウェイでやる。不気味よね。オーストラリアと互角にやってて、最終的には退場が結果に直結した部分もあるけど普通に厄介な相手だよな。前回は日本がこけたけど今回はオーストラリア。アジア最終予選はわからんな本当に。中東包囲網を戦うグループ B の韓国もホームで白星発進とはならず、ソン・フンミン、イ・ガンイン、イ・ジェソンら豪華メンバーがスタメンに名を連ねながら、なかなかアジアカップで16強と躍進したパレスチナの堅陣を崩せない。後半に入ってもボール支配とシュート数で圧倒して好機をつかむもののゴールは遠く、逆に鋭いカウンターからあわやの場面を作られた。試合は0-0のままタイムアップ。ホン・ミョンボシン監督はホーム大観衆の前で、華々しい船出を飾れなかった。今大会からアジア枠は45枠から8枠に増大されたが、アジア列強の実力差は拮抗しており、やはり最終予選は油断のならない戦いの連続となりそうだ。韓国対パレスチナは前半の終盤まで韓国シュート1だったし、相当ヤバい内容だったわよね。アディショナルタイムだけ試合を見たけど、ソン・フンミンがキーパーかわしてシュートもポスト直撃で決めきれず、パレスチナもキーパーと1対1で決めきれず。何がヤバいってホームでパレスチナにどっちが勝ってもおかしくない試合をしたこと。引き分けで良かったとも言えそうだ。日本は死の組で韓国は蜂蜜のような甘い組に入ったとか喜んでたのにね。どこかで聞いたような話だなとフラグビンビンだったけど初戦からかい。中東勢だらけのグループで甘いグループとかそんなはずがない。アホすぎる。どこが楽とか考えたらろくなことにならない。オリンピック出場できなかったのにまだ気づかないのがなんとも。韓国の反応を見れば全く変わってないのがよくわかる。韓国のサッカー専門メディア、フットボリスタは、韓国と日本はダブル杯アジア最終予選第1戦で両極端な結果となった、と速報。韓国については、ホン・ミョンボ監督が世論を覆すために結果は重要だったが、パレスチナの強い反抗にあった、とし、韓国は中国よりも FIFA ランキングが低いパレスチナ相手に引き分け、グループ B は混戦となる可能性が高くなった、と伝えた。また、記事では森保ジャパンについて、日本は中国相手にゴール祭りを展開。韓国と同じく、ホームで行われた試合で7ゴールも決めた、と、対照的な結果に触れていた。こっちみんな、日本との比較はもう挨拶みたいなもんだからね。やめられませんよ。礼儀として。礼儀と民道なんとかしろ。まあでも確かに対照的な結果になったな。組み合わせの時も明暗分かれたみたいなことを韓国メディア言ってたけど。いつもながら見事なまでのブーメランよね。もはや芸術のレベル。日本は地獄で韓国は天国みたいな報道から何回このパターンになった？いい加減学びましょうや。ランキングにこだわってるのも相変わらずだよな。それらが当てにならないから中東勢は厄介だって私たち日本人は言ってたんだよ。でもさ、それってアウェイの話だからね。さすがにホームでやらかすとは思わんかったわ。組み合わせの時からみんな気づいてたと思うけど、要するに相手への見下しがこの結果を招いてる。次の報道なんかまさにそれだぜ。全国紙中央日報は日本が中国戦で7-0と幸先の良いスタートを切った。弱小国と引き分けてしまったホン・ミョンボ号とは大違いだ、と伝え。弱小国？いつもながら相手へのリスペクトがまるでないどころかこの見下し。マジで胸クソ悪いよな。弱小国ってあまりにも失礼すぎない？ことあるごとにこの表現使うけどさ、じゃあそこに勝てなかったあなたたちはどうなのよ。相手にリスペクトもないんだからこの結果も当然だわ。ひどいよな本当に。ここまで勝ち上がってきてる時点で油断ならない相手なはずなのにこれだけ見下して油断してるんだから当然の結果だな。勝っても負けても気分が悪くなる。韓国戦はいつも言われてることだけど本当にその通りだとつくづく思うわ。全国紙イルガンスポーツは日本とグループ C で首位の座を争うオーストラリアが格下のバーレーン2-1で不覚を取った。
その意味でも日本にとって中国戦の7例勝利は意義深いものとなったはずだ、と報じている。格下だの格上だの。こういう考え方だよな。基本的に韓国は何事も上か下かしかない。それで見下してるのよね。さらに厄介なのが、常に自分たちが上でなければならない、それで見下してるんだから呆れたもんだ。対戦相手を弱小国と見下す暇があるなら自国代表の不甲斐なさを批判すべきだと思うけどね。だな。ではみんなの反応いこうか。今日、中国戦見て思ったんだけど、このチームに1点差の新勝だった韓国ってそんなに強くないんだな。パレスチナとホームで引き分けってのも驚くほどの結果でもない。イラク、ヨルダンとはよほど気を引き締めてやらないとワールドカップにはいけないかも。そうよね。だから現実を見た方がいい。日本が大勝した中国に韓国は1点しか取れなかった。となるとパレスチナに引き分けるのも順当と言える。韓国はまるでたまたま運悪くこの結果になったとでも言いたげだが、現実見ないとな。弱小国とか格下とか、相手へのリスペクトや謙虚さがないと、自らに跳ね返ってくるよ。日本は、アジアカップでアジアのレベルアップや戦うことの難しさ、痛感したはずなんで、絶対相手を見くびらず、油断しないで戦ってほしい。日韓ともに痛い目にあったはずよね。でもその後が運命のさ、アジアカップ。これはフル代表も U23 も両方。韓国はここで相当なショック受けたはずで、そこから普通は反省して改善しようとするはずが、相手への見下し。やってること何一つ変わってない。中東勢だけの組み合わせを見て、楽勝だ、なんて喜んでたよな。楽勝にはならないよ。暑さとの戦い、中東の笛やスタジアムの雰囲気も独特。練習環境や芝の状態もわからない。不足の事態が数多くあるのが中東。ランキング的にはかなり格下のパレスチナとドロー。そんなに簡単なわけがない。本当に謎だったわよね。中東勢だらけのグループに入って楽とか言ってるの。案の定って感じだな。パレスチナが弱小国？そうやって対戦相手を格下扱いしてリスペクトしないところが韓国なんですよね。数字でしか序列を判断できずに、自分たちが思ってるほど自分たちが強いわけじゃないことに早く気づいた方が良いと思う。今のままではオリンピック予選のような結果になりかねない思う。屈辱、大惨事、沈没。このような見出しの記事が出るのも現実的になるかもしれませんね。まあ日本からしたら今回も戦わないし、どうでもよいけどさ。見慣れた見出しで草。それだけ毎回同じ目に遭ってるってことだよな。マジでいい加減気づけよ。弱小国ではないと思いますが、どこからその自信が出てくるのか。見下しすぎでは？これで枠も増えてワールドカップ出れなかったら韓国さんはどういう見出しを打つのか。とにかく毎日、見下しすぎですね。中東勢の怖さってアウェー戦なのよ。蜂蜜のような甘い組。早くも刺されまくりだけどさ、本当にヤバいのはこれから。ホームでこんなんで大丈夫？韓国は次にオマーンとのアウェー戦だ。日本の試合の少し前に行われるな。どれ？この試合はリアルタイム編集で見届けてやろうか。蜂蜜のような甘い組。さぞかし楽勝だろうからな。さてみんなは韓国についてどう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。アジア最終予選はエンド画面などから行ける再生リストが便利。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。